こんにちは、ゆうやんです。ここは札幌豊平区にある天神山緑地っていう公園なんですけども、僕のアトリエがある南平岸駅のすぐ近くにあって、今日はここでね、写生会をしたいと思います。あの写生会っていう言葉なんですけども、今の小学校の環境からなくなっていて、あの今の子どもたちは写生会っていうね、その言葉自体を知らないっていう情報を、何年か前に教室の中で聞いたんですけども、どうなんですかね。まあいずれにせよ、今日ねこうして緑に囲まれたこの緑地を散歩しながら写生会をする、いやー本当いいもんですよ。北海道はねちょっと秋の気配っぽいものがもう感じられて、爽やかな風がね吹いていて気持ち良かったです。栗とかも落ちてましたしね。ではあのこのね緑地の声の中で良さそうな場所を見つけたので、早速クレヨンで書いていきます。ところで最近ですね、心理カウンセラーの資格を取ったんですよね。まあといってもあの民間資格なんですけどね、カウンセラーはね、国家資格に公認心理師と臨床心理師っていうのがあるんですけども、それらは、心理学のね大学院を2年、勉強して卒業しないといけなくて、まあ、今の状況だと現実的に民間資格が限界かなと、いうことで取ったんですけども、でもそのカウンセリングとか心理って人そのものを取り扱うので、そのそれぞれで悩みもね、こう抱えてる問題とか環境もあと性格も異なるので、その意味では国家資格であったとしても民間資格であったとしても、人に寄り添う力、共感力が大事なのは共通してるんじゃないかなと思うんですね。あとはその芸術表現って結局は自己表現のこと で、何を表現するのかっていうと、本人が抱えてる様々なこと、例えば幼少期の不運な、良くない環境とかトラウマとか、歪んだ思想、いい意味で度が過ぎた思想なんかですよね。そういう何かしらの引っかかりみたいなものがないと、絵とか音楽とか小説とかでよし表現しようって思わないわけで、芸術の世界は、そんな人たちの集まりだったので、この心理学って分野はね、別名芸術学、逆に芸術と書いて心理って呼んでも、おかしくないじゃないかとすら思ってるんですよね、僕は。なので経験としては割と芸術をやってると日常的にその身近というか飛び込んでくるので、芸術療法なんていうのもあるし、で知識の面についてはもちろんね、これからも、その心理学の本を読んだり、思想とかね哲学書なんかも読み漁っていこうかなと思っていて、美術とカウンセラーの二刀流でやっていけたらいいと今は思ってますね。最後に絵の話も少ししておくと、今描いてるねこのクレヨン画ですけども、このね紙のザラッとした感じがあるじゃないですか。白くこう濡れてない部分があるというかね、これをね残したまま仕上げてしまうと、いわゆる幼稚園児とか小学校低学年かな、クレヨンは、が描くクレヨン、そういわゆるクレヨン画っぽくなってしまうんですよね。なのでこの白くこう濡れてない、うまく濡れない部分をもうゴシゴシとクレヨンでねこう潰すように塗り重ねていってあげると、油絵で描いたっぽいようなね描いたような厚塗り感っていうのが出てくるので、このね緑地公園の中ではちょっと時間的に写生会の中ではできなかったので、アトリエにね戻って仕上げました。いずれねクレヨン画のねその講座の動画も作りたいと思うので、そちらも楽しみにしていてください。それでは残りはね完成まで音楽をバックに、流しながらお楽しみください。本日もありがとうございました。また別な動画でお会いしましょう。Let your soul find its seat. Flowers in your hair, spirits in the air, hands together.
find what we're looking for.